菅原通斎菅原通斎菅原通災、1894年、明治27年2月16日から1981年、昭和56年6月13日は、日本の実業家、フィクサーとしても有名。名は、通斎とも書く。本名は、名の読みが、道なり。東京市麹町区、現東京都千代田区麹町に生まれる。名前は、 東京の通災遺門を、父が完成した時に生まれたためとも言う。菅原道座に十六代の子孫を自称。少年期は日夜喧嘩、いたずらに明け暮れる悪道だった。中学時代も、喧嘩や放等に明け暮れ、たびたび学校、旧制、会場中学、現、会場中学校、高等学校や東京高等師範、学校付属中学校、現、 筑波大附属中学校、高等学校にもいた、を退学処分となる有様だったが、1912年、明治45年に一年発起し、自伝では典型があったとする、日本を出国する。ロンドン大学を卒業とも自称したが不明な点が多い。日本出国後ジョホールにて、ゴム農園を起こし成功するが、タングステンの密輸に携わるなど、 非合法的な行為も行っていたらしい。その後、アフリカキンバレー鉱山、ロンドンニューヨークを歴法、1920年、大正9年に日本へ戻る。日本ではゴム貿易で利益を上げたが、その後米相場に失敗し莫大な負債を抱える。しかしその後の関東大震災における復興需要で頭角を表して実業界に躍り出た。 江ノ島電鉄の経営に関わったのを機に、江ノ島開発に着手、1930年に日本自動車道株式会社を設立し大船、江ノ島間有料道路を建設し、深沢地域の丘陵に高級別装置を開発し、鎌倉山と名付けて分譲するなど、積極的に活動を。1933年には撮影所移転の候補地を探していた小畜の木戸史郎に、 大船の7万坪の空き地の購入を進め、これが小畜大船撮影所となる。映画関係では他に国際映画社という小さな洋画輸入商社を手掛けた。終戦直後には、父の起こした鉄道工業社長として土木工業協会の初代会場に就任した。1947年の足田人氏の民主党には資金援助を行い、1948年に起きた。 昭和電工事件では関与が疑われた。当時、財閥解体の対象であった昭和電工の社長に、議定の日野原節造が就任するために、菅原の圧があったことや、菅原が足田内閣の有力な支援者だったためで、この事件後は政治の黒幕的な動きから手を引いた。その後、三役追放協会を組織し、会長となって、売春、麻薬、 性病の三悪追放キャンペーンを主相売春対策審議会では会長を務め、売春防止法制定に力を尽くした。三悪追放は、口の悪い友人、王や総一とも言われるから、あれ、女は菅原がやり尽くしたことだと皮肉されている。麻薬追放はかなり本気であり、麻薬追放国土上下連盟という組織を作り、 山口組の田岡和夫や山岡総八らとも連携。1972年には、麻薬売春、G 面、麻薬売春、G 面恐怖の肉地獄に協力し、1973年には、菅原の原案で、麻薬問題をモチーフにした、日本、韓国、香港、大王国共同映画、東京ソウルバンコッ国実録麻薬地帯が封切り、公開された。 オズやスジロの谷町的な存在であり。1950年代後半からは、オズの映画にしばしば出演、その数七本に及ぶ。秋日和では、寿司屋の客、サンマの味では、リュウチが演ずる、父の同窓生菅井など役である。その他、計二十三本の映画に出演した。1六十一年に、オズが映画人初の芸術委員会員となるため、 尽力したと言われる。なお、オズに送った陶磁器は1963年のオズ没時に菅原が持ち帰ったという。1970年に開業した湘南モノレールへの島線の誘致に影響力を発揮した。高巡者に事務所をき周辺のグループとも関係が深かったとされる。その他、複数の企業、団体の経営、運営に関わる一方で、 政府審議会の委員を務めたりした。晩年は新宗教の講演などを積極的に行った。1981年に観光編で死去87歳坊をつ趣味で美術品や古書を収集。菅原のコレクションを収めた美術館時和山文庫は1624年、元画10年に建てられた武家屋敷で1928年、昭和3年に 金沢の六浦より鎌倉山に移築したとされている。1942年、昭和17年に創設され、1947年、昭和22年から一般公開されていた。国宝2件を含む全宗木石、水墨画、天人関係資料などの収蔵品は超一級であったが、脆弱な古民家に国宝、重要文化財が無造作に置かれていて、 文化財保存の観点から問題視をされていた。菅原の没後1982年、昭和57年防災上の理由や文化財保護法の改定によって公開を停止。その後、廃屋となったが、2014年、平成24年に建物は茅ヶ崎市の熊沢酒造でレストランとして一築再生された。福富太郎は一時、菅原の秘書を務め、 菅原の美術品収集を見ていた影響で自らも美術コレクションを作り上げた。城山三郎の小説、乗っ取りに出てくる、自称映画俳優、大倉賞公認分子、放送タレント、売春撲滅協議会長、在界世話業の篠原明明は菅原がモデルとなっている。尖閣諸島所有者だった栗原国旗が、かつて菅原の下で運転手を務めていたことがある。 父は、菅原公務所社長の菅原常美。常美は、中野コーポレーション、現中野不動建設創設者にして、公共造営で知られる。久志蘭の母方のおじには、日露戦争講和条約の全権大使の一人であった、高小五郎がいる。昭和電光事件の長本人である、日野原節造は、妻が、菅原のいぼ妹であり議定。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。